なるべく落とさず J でやりたいなって思いはあったんですけど、まあ、南葛さんのその J に行きたい行くっていう強い思いも聞きましたし、また自分を必要としてくれるチームでやることが一番幸せなのかなと思って、まあ、決めるときにはもうそんなカテゴリーはどうとか、やだなとか、社会人だからなって気持ちは特にはなかったです。切り替えてというか、もう曲がったことが嫌いなので、まあ、中途半端にならない、中途半端にしないってところで、もう自分で決めたことに対しては責任を持ってやろうと思ってます。まあ、違った景色が見れる場所に身を置くっていう方の、感覚の方が大きかったので、まあ、どちらかというとこうランクを落とすっていうよりはまた新たな世界に身を置くっていうところでの期待が大きかったのでここに来ました。まだまだ体も動いたし、まあ、去年までジュビロ磐田にいたんですけど、練習なんかしててもまだやれるっていう感覚もあったし、サッカーやりたい情熱はものすごくあったんで、まあ、カテゴリーがどうだろうと来てくれっていうチームでやりたいなっていう思いがあったので、はい、そこまでカテゴリーは気にしなかったです。リーグ自体はアマチュアですけど、まあ、僕自身はそういう気持ちでもやってないですし、まあ、やってるサッカーだとかっていうのはすごくいいサッカーをしてますし、サッカーできることがすごく僕自身ではすごく重要なので、そこがすごく楽しんでできてるっていうところが大きな割合を占めてるから、だからまあ別にこれがアマチュアリーグだろうがプロリーグだろうが僕がやることはそれほど変わりはないから、まあ、そんな抵抗はないです。やっぱり葛飾区に来るとやっぱり人と人とのつながりであったりだとか、コミュニケーションというのはすごく多いイメージはあります。まあ、下町だなって、本当にザ下町だなっていう感じで、まあ、本当にでも情も熱いし、みんなの気持ちっていう部分では非常に伝わってくるので、まあ、自分自身は非常にやりがいを感じてます。まあ、僕だけじゃなくていろんな選手がいろんな、その地域に密着しながらいろんな飲食店だったり企業だったり、まあ、いろんなところとのつながりを持ちながらクラブを作っていってるなって感じがあるので、うん、すごいいい街ですし、南葛と、葛飾区が一緒にこう盛り上がって、全国にもっと名を轟かしていければいいなっていう、そういう感覚ではあります。壁をぶち破ってできるだけいい成績を残していったらなと思ってます。まあ、前々からJリーグとか見てるときに、まあ、自分の地域の方にもそういう応援できるチームが、サッカーチームがあったらいいなという思いは常々思ってたんですけども、それが今、現実という形で今進行しているという状態です。まあ、僕だけじゃなく葛飾に住む方だったり近隣の方だったり、まあ、そういう方も多分そういうチームがあったら嬉しいんじゃないかなという思いで、設立された、チームだという認識でいます。有名な元代表の選手たちが多く入っていただいて、注目度はすごい増したと思うんですけども、さらにこういう素晴らしい補強が毎年できれば、もっともっと、はい、南葛自身も強くなっていけると思うので、はい、できるだけいい成績を残していたらなと思います。今の南葛の練習だと、夜からの練習なので、そういう部分で、非常に、まあ、生活が180度変わったと思いますし、まあ、練習着の洗濯、食事、全てにおいて自分のことは全部やらなきゃいけなくなったっていうのは、非常に大変なことでもあったと思うんですけど、まあ、自分自身、今はそれを楽しみながら生活しようっていう思いでやってますけど、 J リーグを目指してやっていく上で、まあ、経験のある選手を取ってたっていうのはメディアの方でも僕も見てましたし、そういった人たちの経験を自分も同じようにこのクラブと一緒にこう感じながらやっていけたらいいなっていうのがあったので、そういう思いはありました。J リーグで対戦した選手たちがこうやって南葛に集まってもらって一緒にやるっていうのは、サッカーの
醍醐味だと思ってますし、敵だったチームが仲間になるっていうのはすごくあることだと思うので、それがね、あの関東一部でまさかできるとは思ってはなかったので、まあ、それはすごく楽しくできてます。そうですね、人工芝っていうのはやっぱり苦労しましたし、何ヶ月か経ってようやく慣れてきたところで、アウェーの試合で天然芝だったりそういうことがあるんで、うん、だからどういった環境でも慣れなくちゃいけない難しさはすごく感じてますね。いや、もう自分自身はやっぱオンとオフの切り替えのところを大事にしてますし、もう本当に練習じゃないときは、まあ、ふざけたり、自分の好きなような、なるべくストレスをためないような、生活を心がけてますし、まあ、練習始まれば、まあ、やっぱり自分に厳しく、カテゴリー関係なく、追い込むとかしっかり追い込む、そういうところをしっかり大事にして今の3ヶ月ぐらいはやってますね、はい。まあ、この南葛に関しては、まあ、そのアマチュアクラブで、まあ、JA を経験してない選手っていうのはたくさんいると思いますけど、まあ、自分自身、J1 でやってたっていうのは過去のことだと思いますし、まあ、そういう部分で変なプライドを持たず、まあ、そういう選手たちと、すり合わせながらやろうっていう部分で心がけてはやってますけど、こう対南葛に対してのこうアグレッシブなプレーだとかっていうのがすごく対戦相手がしてくる印象がすごく強いので、まあ思ってたよりもレベルはすごく高いですし、すごくこう勝つには難しいリーグっていう印象はすごく強いです。それぞれのクラブが競技力というかそういったところでは結構高いところにあると思うんで、ある程度やっぱみんな上手いですし、名前がなくてもある程度の選手は揃ってるレベルにあるのかなっていうのはあるので、そこに、打ち勝っていかないと、まあ、JFL に上がれないし、まあ、やる前から思ってたんですけど、やっぱり甘くないなっていう、やっぱ勝つことの難しさをすごく感じてるし、相手もやっぱり必死で戦ってくるし、やっぱり軟活対策っていうのはすごくしてくるので、まあ、それをその相手を上回るのはものすごく大変だし、相手の個人個人もレベル高いなと思ってるけど、でも軟活のチームメートのレベルの高さは本当にびっくりしてるし、本当に心強いんで、はい、だから軟活のメンバーと一緒にいいトレーニングして、これから絶対巻き返せるなっていう確信はありますね。もう昇格の一択だなと思ってます。本当にみんなが温かいなっていう、商店街がみんなが南葛を応援してくれてるんだなっていうのをすごい感じたので、本当にこのクラブで J に行った時に、そういう最初から応援してくれてるサポーターとかを非常に大事にして、もう自分自身は年齢もあるので、まあ、JA を目指すのであれば、つまずくことも許されないと思うので、もう1年1年が勝負だなと思ってます。サッカーとしての結果っていうところ、そこを忘れずに、で結果を出しながら、まあ、いろんなメディアだったり SNS だったりっていうところで発信していければ一番いいかなと思います。もちろんこう、まあ、伸びしろしかないと思ってますし、自分たちのことを信じてやっていければ結果はつながっていくと思ってます。これは南葛の公式戦で、履いたスパイクなんですけど、一番最初に、まあ、最初に7をつけたのは、まあ、セレッソの時なんですけど、自分のソウルナンバーも7なのでなんか愛着がありますね、はい。 J リーグのに所属してた最後まで入ったスパイクです。FC 東京に入団して、そこからまあ約16年間ですかね、17年、やらせてもらって、まあ、その中で、まあ、一番最後に、まあ、J リーグの中で履いた靴というか、まあ、記念のある、シューズなんで、誰か入札していただければ嬉しいです、はい。2014年のワールドカップのブラジルワールドカップの、僕が先発で出た試合のギリシャ戦に来たユニフォームです。
このギリシャって書いてあるんですけど、予選から主力として戦ってめちゃくちゃかける思いは強かった大会だったんですけど、まあ結果だけ見れば惨敗に終わってしまったので、本当に悔しさの残る大会だったなと思ってます。2010年の時の対デンマーク戦のユニフォームです。本田圭佑がものすごいフリーキックを入れた、あとまあやっとも点をフリーキックで入れて、まあ、勝てば問題なしで決勝トーナメントに出れるっていう試合で、僕も最後の10分ぐらいは出させてもらった時のユニフォームです。今回マラドーナのイラストを出品します。よろしくお願いします。このチームに関わり出してもう8年ぐらい経ってるんですけども、今やっと地元 のホームである北道の、サッカー場に本当に多くの方々が詰めかけてくれるようになったので、これを継続してさらにもっと大きな、夢に向かってというか、まあ、新しいスタジアムであったり、もちろん J リーグに入るという目標だったりに向かって夢のあるチームだと思いますので、さらに皆さんにも応援していただきたいと思います。